はい、どうも、コタロウコインのコタロウです。普段のコーディネートやライフスタイルはこちらのインスタグラムにありますので、こちらのチェックお願いします。まあ、早速ですが、皆様こちらの動画を見ていただけましたでしょうか。まあ、内容としてはその6月に購入したものを一気に紹介みたいな感じの動画だったんですが、まあ、その中でね、新しくスニーカーを購入しましたっていう紹介があったと思うんですけど、まあ、そのスニーカーっていうのをまだ一つの動画にまとめられてなかったので、まあ、今回はそのアイテムにフォーカス当ててレビューしていこうかなと思います。もうすでにね、どんなアイテムか分かってる方もいると思うので、早速紹介していきます。今回レビューするのはこちら、じゃん、ナイキエアジョーダン1ゴールド等です。まあ、今回はですね、こちらをレビューしていくんですけど、まあ、レビューって言ってもね、その、まあ、前にもこちらの動画で話してるんですけど、自分のこうスニーカーを紹介する時の動画の作り方って、まあ、このアイテムのね、細かいディテールを紹介していくっていうのは、まあ、すでにもうこう YouTuber さん、他の YouTuber さんがやってるし、もうなんならネットで調べればもうすぐに出てくる情報なので、まあ、正直ね、自分もまたその土俵で同じことやってもしょうがないなと思うので、まあ、僕はですね、なんかいろいろと持ってるパンツでこう組み合わせて、どんなパンツとのスタイルが一番合うのかなっていうのを、まあ、皆様とシェアし合いながら、で皆さんも結構こう意見を出していただいてっていう感じの動画作りがしたいので、まあ、細かい詳細が気になる方に関しては、まあ、他の YouTuber さんの動画だったりを見てください。まあ、ほんと軽い紹介にはなるんですけど、まあ、一応とね、こちら外側と内側のですねカラーリングが違っていて、まあ、外側がこんな白が多めのカラーリングで、まあ、内側はこんなブラックの感じのカラーリングになってます。もうすでにね、何回か履いてはいるんですけど、もうかなり個人的にはお気に入りになってますね。まあ普段からね、僕の動画見てくださってる方はわかると思うんですけど、まあ普段ね、自分が履くシューズといえばバンズであったりとかコンバースが多めなんですが、まあもしね、ナイキを履くとしてもエアフォースワンとかそんぐらいだったんですよね。まあただこちらのアイテム見た瞬間に本当にかっこいいなと思って、まあちょっと感覚的なものでね、これ本当に欲しいなっていう感じになって、まあ初めてね、このエアジョーダンシリーズっていうのを購入したんですけど、まあ正直どんなパンツが合うのかって僕も探り探りなんですよ。で、まあ結構履いてる方を見ると、まあ、スキニーだったりの合わせが本当に多いんですね。あれってもうやっぱこうスニーカーをがっつり見せたいんですかね。どんな感じなんだろう。僕なんかはね、結構こう太めのパンツでチラッと見える感じがいいのかなとは思ってたりしつつも、まあでも確かにね、スキニーの合わせも本当にかっこいいなとはわかるんですけど、まあ今回はね、いろいろとそのスキニーパンツであったりとか、ちょっと太めのパンツともスタイリング組んで見せていくので、まあ皆様自身でちょっと意見出し合ってください。まあ前置きはここら辺にしておいてね、早速そのスタイルサンプルっていうのを見ていただこうかなと思います。それでは早速やっていきましょう。レッツゴー。汚い金を稼ぎまくり、安ストリップで金ばらまく前に GTA ファイヤー GTA ファイヤープレイ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 、またも遊んでるゲンゲン。わからないことは友達に聞けばいい。いらないやつはすぐに殺せばいい。俺は俺、そして君は君。いや、ゲームの中なら好きにすればいい。フライフライプランツでフライ、天にも昇る俺の状態。やすぐに着替えて遊びに行こう。いや、車はランボで遊びに行こう。まだどこかで誰かの噂話、金のことであいつは揉めてるらしい。けど関係ないや、ゲームの中楽しむモード。いや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 、遊んでる今日もゲームの中楽しむモード、すでに本気モード。車で飛ばすや100キロオーバー、誰にも抜けやしないさ。いやいや、遊んでる今日もゲームの中楽しむモード、すでに本気モード。車で飛ばすや100キロオーバー、誰にも抜けやしないさ。いやいやいや、スイッチオンにしてプレイナープレイナー、エイジナメイクマニーしていな。はい、いかがでしたでしょうか。本日はナイキエアジョーダン1ゴールド等について紹介していきました。まあ最初にも言ったんですけど、まあディテールの紹介っていうよりはね、いろいろとパンツとの組み合わせを皆様に見ていただいた感じなんですけど、まあ実際自分で履いてみた感じ、確かにこう好きに履いた時のしっくり感っていうのは間違いなかったっすね。まあでもどうなんだろう、やっぱ太めのパンツも全然合うとは思うんですよね、個人的には。まあどんなパンツが一番良かったかっていうのをコメントいただけると自分も参考になるので、よろしくお願いします。まあ、もしくはね、こういったパンツの
との相性もいいよっていう、まあ、今回自分が履いたもの以外で何かあったらね、参考にさせていただくので、ぜひぜひコメントしてください。はい、ということで本日の動画はここら辺にて終わりにしたいと思います。本日の動画が良かったと思ったらグッドボタン、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。